皆さん、こんにちは。昨今大騒動となっているジャニーズ事務所の元社長、ジャニー喜多川さんによる性加害問題。先週、ジャニーズ事務所による記者会見が行われました。4時間超えの長丁場となる記者会見でしたが、性加害を事実と認め、事務所としての謝罪から始まりました。その記者会見で、参加した記者からは様々な質問が飛びました。事実の確認をする質問が大半でしたが、中には次のような質問があったのが印象的でした。これからもジャニーズ事務所への忖度はなされると思いますか？具体的に対処したタレントへの圧力は続くのでしょうか？これらの質問に対して東山紀之新社長は次のように答えています。そういったことは今後一切ありません。まだ会見が終了して数日しか経っていませんので、すぐにガラッと変わるわけではないと思われますが、今後今まで圧力とされてきたものが一掃されることが望ましいと思われます。そもそもなぜ記者がこのような質問をしたのかは想像するに難くありません。象徴的だったのが新しい地図の香取慎吾さんの発言です。本当にテレビ出られないとかつて述べたことがありました。2016年をもって解散したスマップの元メンバー香取慎吾さんがネット番組の中で漏らした本音が話題となったことがあります。香取慎吾さん、草なぎ剛さん、稲垣吾郎さんの新しい地図の3人は2020年8月2日アベマ TV のレギュラー番組七点に新しい別の窓に出演しました。タレントの中山秀幸さんをゲストに迎えたノーカット72分スペシャル本音トークでジャニーズ事務所からの独立について語った場面がありました。中山秀幸さんは終盤、辞めてよかったことをぜひ聞きたいと独立について質問しました。草なぎ剛さんはすごく守られていたと、ジャニーズ事務所時代は事務所の力に守られていたと振り返りつつ、自分から発信できることが何かあるんじゃないかなってちょうど思っていたのでいいタイミングだったと、独立は適切な時期であったことを明かしました。これに中山秀幸さんが茨の道だけどやっていくっていうのはすごいなと思うと3人の決断を称えると、香取慎吾さんは良くなかったことというかと、独立したことによる弊害について語り始めたのです。3年ぐらい経つんですけど、本当にこんなにテレビ出られないんだなってと本音を吐露しました。最近ステイホームとかで家でテレビをいろいろ見るじゃないですか。改めてあれ本当にテレビ出られないんだみたいなのは最近感じてるとぶっちゃけました。中山秀幸さんは対応に困ったのか、出られないのは自粛期間だからですよねとフォローを入れようとしていました。しかし香取慎吾さんは呼んでいただければ行きたいですし、もう一度本当に頑張ろうと思っていて、でも3年経ったんだけどこんな出られないんだと続け、オファーが来ていない現状を暴露したのです。この香取慎吾さんのぶっちゃけ発言に稲垣吾郎さんは静観していましたが、草なぎ剛さんはテレビ出たいよねと同調していました。香取慎吾さん、草なぎ剛さん、稲垣吾郎さんの3人は2019年末の絶対に笑ってはいけない青春ハイスクール24時に出演しました。独立以降3人が揃って地上波キー局の番組に出演したのは初めてだったこともあり、大きな話題になりました。2019年7月には新しい地図の民放出演に対し圧力をかけた疑いについて公正取引委員会がジャニーズ事務所を注意したと報じられており、笑ってはいけない出演をきっかけに風向きが変わるものと見られていました。しかし徐々に地上波の出演は増えてはきているものの、まだまだ少ないと言えるでしょう。2023年になってようやく少しずつドラマやトーク番組で見られるようになっています。しかし当時この香取慎吾さんの発言に対しファンからは次のような反応が寄せられました。3人に原因があるのではなく、各テレビ局が忖度している結果なのだろうね。よくわからない圧力に屈することなく頑張ってほしいと、当時退所後3年経った状況でも圧力が存在していると考えるコメントが多く見られました。番組では2021年に NHK で放送される大河ドラマ
青天を衝けに草なぎ剛さんの出演が決まったことにも触れられていました。 NHK では稲垣吾郎さんが不可避研究中や100分でナショナリズムで司会を務め、また連続テレビ小説スカーレットに出演しました。そして香取慎吾さんも4月放送のソングスが4年ぶりの地上波音楽番組出演になるなど、 NHK が積極的に忖度文化に風穴を開けようとしている向きはありました。それが全局緩和となれば良いのですが、近年を様子は皆さんはどう評価するでしょうか。最近ジャニーズ事務所からの相次ぐ脱退は、ジャニー喜多川さんの圧力がなくなったことと、 YouTube などで収入を得られるなどの時代の変化が影響しているのでしょうか。そんな中、2023年9月6日新たな情報がもたらされました。平野紫耀さんの主演映画が公開かという情報です。 IMP のデジタルシングル発売とセカンドシングルの早くも発売というスピーディーな展開と、その他のメンバーの活躍の噂から、社長滝沢秀明さんが狙う元ジャニーズ 2B メンバーの売り出し方に注目が集まっています。正直なところ、事務所開設から少しは猶予期間があるのかと業界は見ていました。しかし事前にほとんどのことが決まっていたかのように、矢継ぎ早に物事が決まり展開されていくこの状況を見ると、さすが滝沢秀明さんと言わざるを得ないでしょう。性加害問題でジャニーズ事務所が窮地に陥っている中、かつての幹部たちは自ら切り開いた道で注目を集めているのです。ジャニーズ事務所で副社長まで務めた滝沢秀明さんは、自身が社長として芸能プロダクションも兼ねる 2B を設立しました。正直なところ未知数でしたが、所詮ジャニーズ事務所の副社長、ジャニーズアイランドの社長を務めた経歴から、プロデュース能力は本物です。自身がジュニア時代からその片鱗は見てきましたが、ここまで周りを気にせずぐいぐい進む様子は誰も予想していなかったのではないでしょうか。広く知られているように、元 V6 の三宅健さんをはじめ、元キング&プリンスの平野紫耀さんや神宮寺勇太さんなど、ジャニーズ事務所で活躍していたタレントが所属しています。ジャニーズ事務所の性加害問題が加熱していますが、まさに 2B には神風が吹いたと言えるでしょう。元タレントで結成したジャニーズ性加害問題当事者の会が9月4日に記者会見をしましたが、この席で刑事告発の意向や10年近くは被害者救済の環境を作ると話していました。これでジャニーズ事務所のイメージはさらに急落して、問題が長期化しそうなことを受けて CM スポンサーが手を引く準備を始めています。また所属タレントの大量離脱も予想され、 2B が受け皿になる可能性は十分にあるでしょう。そんな順風満帆な滝沢秀明さんよりも前に、ジャニーズ事務所を飛び出して稲垣吾郎さん、香取慎吾さん、草なぎ剛さんと事務所を設立したのが、元 SMAP マネージャーの飯島道さんです。飯島さんは落ちこぼれだったスマップを国民的アイドルに押し上げた功労者で、ジャニーズ事務所の幹部として山下智久さん、キスマイフット2、セクシーゾーンなどの売り出しにも関わってきました。そんな飯島道さんは、ジャニー喜多川氏の姉で実質的な経営者だった子メリー喜多川さんとトラブルを起こしてジャニーズ事務所を飛び出した過去を持っています。飯島道さんが次期社長だとマスコミに報じられ、結果としてメリー喜多川さんに週刊文春の取材で叱責される様子が紙面に掲載されました。今ならパワハラで訴えられるレベルの暴挙であり、飯島道さんはスマップとの独立も考えるようになります。結果スマップは解散して3人を引き連れて飯島道さんは独立します。その後新しい地図として再出発するも、ジャニーズ事務所からの圧力でテレビや雑誌から実質干されています。この騒動は公正取引委員会がジャニーズ事務所に注意をする事態にまで発展しました。独立後、アベマなどの配信番組にしか出られなかった新しい地図のメンバーを、飯島道さんは地道に営業して映画でブレイクさせることに成功しました。その後、草なぎ剛さんは2023年1月から罠の戦争で民放ドラマに本格復帰し、10月からは NHK 連続テレビ小説ブギウギにも出演予定だといいます。香取慎吾さんも中居正広さんの冠番組「松本中居」にて4月30日の初回放送にサプライズ出演して大きな話題を集めました。飯島道さんは
3人を売り出すためにとにかくさまざまな人脈を使ったといいます。結果、新しい地図のメンバーが出演する映画ミッドナイトスワン、クソ野郎と美しき世界、サバ缶と評価の高い作品をプロデュースして成功させてきました。結果、ジャニーズ事務所に忖度していた民放にも風穴を開けて、スマップ時代に付き合いが深かったフジテレビで本格復帰になったのです。その剛腕ぶりはジャニーズ事務所に打ち勝った女として芸能界ではカリスマ的な存在と言えるでしょう。そんな飯島未知さんですが、同じくジャニーズ事務所とたもとを分かつことになった滝沢秀明さんと会合を持っていたことがスクープされました。この一報はスポーツニッポンにて極秘会談として報じられています。スポーツニッポンは性加害問題で早くから詳細に記事化しすぎてジャニーズ事務所といざこざがあったようだです。今回ジャニーズ事務所の宿敵である滝沢秀明さんと飯島未知さんの密会をわざわざ報じたのはジャニーズ事務所への宣戦布告ではないかと言われています。それだけに2人の密会は信憑性が高く、芸能界では話題沸騰になっています。一部では滝沢秀明さんと飯島未知さんが手を組んで反ジャニーズ事務所の連合を組むのかと噂が立っています。しかし実際は滝沢秀明さんが 2B メンバーの売り出し方を飯島未知さんに相談しているというのが本当のところだと言われています。滝沢秀明さんは平野紫耀さんの売り出し方として映画での主演を狙っているようです。ベンドラの話もあると言いますが、いい役を得られるとは限りません。そこできちんとした作品性の高い映画に出演して俳優としての評価も上げたい目論みだと言います。飯島未知さんには映画制作において大企業木下グループの木のフィルムズがスポンサーについています。創業家が手をかけている事業で、新しい地図のスポンサーには木下グループがついているようなものと言われています。滝沢秀明さんはこの人脈を紹介してもらって飯島未知さんの会社で平野紫耀さんの映画をプロデュースしてほしいと相談していたようです。早ければ今年の冬にも平野紫耀さんが主演の映画の情報が解禁されるとも言われています。ジャニーズ事務所を去ったカリスマ2人が手を組めば話題作が出来上がることは間違いなさそうです。いかがだったでしょうか。今回は新しい地図に所属している3人の近況について見てきました。かつてスマップを起用していたソフトバンクが新 CM で中居正広さんを起用したことが話題です。ソフトバンクはスマップスマップ最終回に特別 CM を出稿し、北大路欣也さんが声を演じるお父さん犬にさよならじゃないよなと言わせたことも大反響を呼びました。ここに来て元 SMAP メンバーを起用したことで、いずれ同 CM の中で元 SMAP メンバーが続々と登場する展開もあるのではと妄想を膨らませるファンも少なくないでしょう。ソフトバンクにしろ au にしろ、携帯キャリアの CM はストーリー性を持たせてどんどん新たなキャラクターを登場させることが多いです。今回の中居正広さん出演の CM も劇団一人が踊る様子を見た中居正広さんがこの役俺じゃないと主役の座を奪おうとする展開で、他の登場人物が出ても不思議ではない設定です。ここまで来るとジャニーズ事務所への忖度はなくなる方向を期待しても良いでしょうし、元ジャニーズに対する忖度が一掃される日も近そうです。新しい地図のメンバーがスマップの楽曲を披露する夢のような日が近いかもしれません。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。